吉谷さん、今日はこのあれですね、億万長者合宿のやり取りコンスタントですよね。なんかリアルタイムに動いてるような気がします。このやり取りの間にやっぱりね、あの速稼塾って売れるんですよね。あのこのやり取りの間にあのご質問に答えたのが2件あったんですけども、そのうちのお一人が速稼塾参加を決めていただきました。本当に30年払いでいいんですかって聞かれるんで、いや30年でもいいですよと。でもなるべく早く稼いで早く払いたいでしょって。だって一つの事業をするのに売り上げがね30万上がらないってどう思いますって言ったら、確かに月収100万を一応目指してるんですよって言うんですよ。月収100万を目指してるのに30万って高いですかねって聞くんですよ。高くないですって。でも今この時点では30万一括は難しいと思ってますよね。もしくは、本当に手応えを感じてからしっかりと安心して払いたいと思ってるでしょってか、まあそうですって答えるわけなんですよね。じゃあとりあえず3万お支払いいただいてスタートしてみてはどうでしょうかってことなんですよ。で30年ローンだけども30年がかりで払うってことは30年間稼げてないあなたがそこに想像されてるってことですよ。どう想像してますって言ったら、来年の今頃は100万とは言わなくても30万とか50万稼げるようになってると思うんですけどどうでしょうかって言うから、いやそれをどうするかはあなた次第ですよと。私は月収100万だろうと200万だろうとやり方をお伝えすることはできます。でも私はあなたの代わりに稼いで入って渡すってことはしませんので、実行するのはあなたです。わかりましたということで入金をいただきました。ありがとうございます。ということで、やっぱりねやることって私ねあんま変わってないんですよ、ただアプローチはいろいろ変わってきました。アプローチは変わったんだけども、結局は速稼塾を売る、これは速稼塾ができてからずっと変わってないですよね。何らかの形のその時にある速稼塾ってものを売ってますよね。だいたい1年に1回速稼塾っていうのはリニューアルされて全く違うものになるんですけども、まあ思えばここ3年変わってないですね。ここ3年変わってなくって扱うテーマが変わってきたかなっていうところはありますけどね。ネットワークにもむちゃくちゃ奔走した時もあればね、カメラ転売むちゃくちゃやった1年もあったし、コンテンツ販売むちゃくちゃやった時もありました。暗号通貨むちゃくちゃやった時もありました。全部1年ごとぐらいでテーマを変えてきて、その時その時の、まあ、流行りだったのかなと思います。今年はねやっぱ FX ですね。これはせっかく私 FX の能力手に入れたんで、これをビシバシと売っていきたいし、 FX で儲かる人はねどんどん生まれてほしいなと思います。ただ FX に依存するんではなくって、基本的にはコンテンツ販売ですよね。無料動画をどんどん出せる人を私は作っていきたいんで、 FX やるにしてもやったところ全部動画で撮って全部公開だということですよ。そうすると FX を扱った YouTube っていうのは広告単価高いですからね。そして FX に興味を持っていただく人も見つけやすいんですよ。だって FX の動画画面を見て興味持つ人、再生数がたとえそれがね10であっても10人は確実にあなたの FX を見てるってことなんですよ。ということは力がつけば FX の商材を売ることができるし、力がついてなくても自分の使ってる FX の動画キャプチャーソフトはこれですってことで、販売もできますからね。アフィリエイトもできますんでね。別に FX の教材を売ってもいいわけですから、だからねやることによってできることがいっぱい見えてきます。やらなければできることは一切見えてこないです。結果はそのままになっちゃうってことなんかなと思いますよね。いってらっしゃい。